クラウスの実は、ドイツ出身で、アメリカ・ニューヨークを拠点に活動した歌手。本名は、クラウス・シュペルバー。そのスタイルは、オペラ、ニューウェイブ、ディスコなど多岐にわたる。エイズで死亡した、最初の著名人としても知られる。バイエルン州、インメンシュタット内のラートホルツという集落で生まれた。母親は戦乱を避けて、ノルトベスト・ファーレン州エッセンから逃れてきており、4歳の、 時にノルトベスト・ファーレン州ラングシェーデに移った後、エッセンに戻りそこで育った。10代の頃にマリア・カラスなどのオペラや、ポップミュージックに影響を受け、オペラ歌手を志すもその望みは叶わず、菓子職人の道を選んだ。その傍らエッセン劇場でエキストラとしても働いていた。その後ベルリンに移住して、ボーカルを学んだ後、ゲーム家ディスコ、テック・クライスト・カジノで、 オペラアリアを歌う傍ら、ベルリンドイツオペラで案内役として働いていた。1972年にベルリンの音楽学校を卒業するが彼を受け入れる。劇場はなく、翌1973年にニューヨークに移住する。ニューヨークではカウンターテナーとしての教育を受け、同時期にクラウスのみという芸名を与えられ、マンハッタンの地下劇場でライブ活動を行う。 波外れたパフォーマンスと才能で、ニューヨークのアンダーグラウンドシーンで認められるようになった。ここでは、歌手活動の傍らホテルのパティシエもしており、歌詞作りの腕は職人並みで、ケーブルテレビなどで紹介されたりもした。1978年に、デビット・ボーイに見出され、翌1979年から、ボーイのバックコーラスとして、パートナーのジョーイ・アリアスと共に抜擢され、 テレビ出演時に歌う歌詞職人として注目される。テレビ出演直後のライブでは会場に大量のファンが押し寄せるようになり、満を持たして1980年にシングルキサフライフでレコードデビューする。そして1981年にはファーストアルバムのクラウスの海・ノーミを発表。音楽番組ビオ・エス・ボンホーフでドイツのテレビに初めて出演する。 1982年には、セカンドアルバム、シンプルマンをリリースするが、すでにこの頃には HIV に感染しており、自身の体はすっかり衰弱していた。同年末のドイツでのツアーを終えて、ニューヨークに戻った後の1983年8月6日、夜、マンハッタンの病院で、ジョイアリアスに見取られながら、エイズにより39年の生涯を終えた。のみの異界は、 ニューヨークの街に巻かれた。死後、その存在を知る者は極めて少なくなり完全に忘れ去られたと思われていたのみだが2005年には関係者などの証言などを集めたドキュメンタリー映画のみソングが制作、上映され再び注目を集めた。https twitter.com 平沢ステータス 107K3198 兆3324億986万96。ツイッター2021年10月30日閲覧。ありがとうございます。